ペギーはやま、ペギーはやま、ペギーはやま、本名、森主子、旧姓、小高狩り、小高狩り、1933年12月9日から2017年4月12日は、日本の女性歌手、タレント、社団法人日本歌手協会7代目会長、後に名誉会長、東京都新宿区出身、青山学院女子高等部、現。 青山学院高等部卒業。1952年にキングレコードより、レコードデビュー。東京、四谷生まれ。幼少時から、歌が好きだったことから、青山学院中学部、現、青山学院中等部在学中に、内田瑠璃子に指示し声楽を習い、音大進学を志す。しかし次第に、FEN 放送、現、 AFN から流れるアメリカのポピュラー音楽へ関心を深めていき、青山学院女子高等部、現、青山学院高等部2年の時に映画、我が道を行くを見た際、劇中で、主演のビング・クロスビーが歌う、アイルランドの子守歌に感動、クラシックからポピュラージャズへの転向を決意。ほどなく友人の紹介から、新中軍のキャンプで歌い始め、その歌声とセンスを見込んだ。 ティーブ、釜やつの口利きで、当時の一流ビッグバンドである、渡辺博史とスター・ダ・スターズの三代目専属歌手とし、活躍する。学校卒業後の、翌1952年11月にキングレコードから、ドミノ、火の接分を発売し、レコードデビュー。1954年には、第5回 NHK 紅白歌合戦に、紅白歌合戦初出場を果たす。 渡辺博史とスター・ダ・スターズの専属解除後の1955年2月には、初渡米。各地で歌い、盛況を博す。1958年、ミュージカル、あなたのために歌うジョニーで、芸術最古人奨励賞を受賞。翌1959年には、南国土佐を後にしての空前の大ヒットで、ジャズ、ポピュラー界だけではなく歌謡界においても、その地位を、 不動のものにする。1960年、オーストラリア、ゼネラルテレビの招きで、テレビ番組、今宵のメルボルンに1ヶ月間レギュラー出演する。同年の8月には、ロサンゼルスの日米修行100年祭に、日本人代表として招かれる。この際にミュージカル、サウンド・オブ・ミュージックを鑑賞。帰国後、自身の作詞で、同ミュージカルの劇中歌、ドレミの歌を、 ペギー自身の役史で紹介した。ペギーの役史、歌唱によるドレミの歌は NHK、みんなの歌でも使用され、音楽の教科書にも掲載されるなど、広く知られている。しかし、生来病弱であったことに加え、その人気による過密スケジュールから、1963年の春に、気境を患い半年間の療養を余儀なくされたが、病気療養中に、ラノビア、 爪もヒットしたこと幸いし、ブランクをものともせず無事復帰した。また、復帰翌年の1964年には、学生時代がロングセラーとなり、人気の健在ぶりを示した。1965年に、俳優の値上がりア氏と結婚。1968年には長男を出産している。値上がりとは、芸能界切手のおしどり夫婦で知られ、 1998年に、寝上がりが糖尿病の合併症から来る、脳梗塞で倒れてから2005年に亡くなまで歌手病の、傍わら在宅介護を続けた。タレントとしての活動も多くこなし、知られているものでは、NHK 紅白歌合戦の赤組司会、1966年の第17回 NHK 紅白歌合戦や、歌は友達、NHK の司会に開け、 本ンキッキ、富士テレビのしつけコーナー、ウルトラマンタロウのウルトラの母の人間体である、緑のおばさんとしても知られる。1974年には、柴良太郎に続き、二人目となる、高知県名誉県人の称号を贈られた。また、ペギーが、歌手生活60周年を迎えた2012年には、高知市のハリマや橋公園に、 南国とさを後にしての可否が設され、ペギーも除幕式に出席した。1991年、It's b e e n A Long Long Time、キングレコードの録音で、ハンク・ジョーンズ、ケンペプロスキーと共演した。1995年に、四十法賞、2004年には、朝日賞受賞をそれぞれ受賞。2007年6月からは、青木光一の後を継ぎ、 社団法人日本歌手協会7代目初の女性会長に就任し、2010年6月末日まで務めた。一般社団法人移行後は理事職。2014年6月には田端義夫、青木光一に次ぎ3人目となる名誉会長に就任している。2010年に発売した夜明けのメロディー、ラジオ深夜便の歌は、ラジオ深夜便で、 発音エアされて以来リスナーを中心に高く評価され、1971年発売の、雲よ風よ空よ以来約40年部のオリコンチャートインを果たす快挙を成し遂げた。また、登場回数も30回に迫り、ロングランも記録している。その他、NHK、みんなの歌などでも歌声を聴かせている。2017年4月12日、廃園により、 東京都内の病院で死去。歌手としての活動のほか、日本歌手協会役員としての業務、防府の介護体験をもとにした講演など多方面で活動。デビューから60年を迎えても、なお、第一線で活躍し続けた。1966年の第17回 NHK 紅白歌合戦は、赤組司会を務めたが、当時の NHK の意向により、出場歌手には、 非選出。また、1967年の第18回 NHK 紅白歌合戦も妊娠中だったため出演していない。注意点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。